シャーシャーフレッシュ、毎日投稿アイドルフルーツポンチのシフォンポン。本日の企画はお互いに絶対に負けなければいけない早食い対決。本日のターゲットはひーちゃんとゆめかなんですけど、今日は2人にこのカップラーメンを早食いしてもらいたいと思います。2人に事前に電話をして、この早食い対決に絶対に負けてくださいっていう風に言います。そうしたら2人はどういうリアクションをするのかみたいなものを検証も含めたドッキリをしていきたいと思います。それではやっていこう。フルーツポンチ、フルーツポンチには公式 LINE があります。お友達追加していただいて、動画内に出てくるキーワードを送っていただくと、限定画像や限定動画をもらうことができます。ぜひ動画を最後まで見ていってください。お願いします。あ、もしもし。もし、あのさ、今日ゆめかとひーちゃんでこの後大食い対決をしてもらおうと思ってるんだけど、ちょっと今回はやっぱ大食い女王ってことでゆめかに勝たせてあげたいかなって思ってて。じゃあやっぱ2人とも大食いにしていきたいわけよ。だからやっぱ同等に勝ってほしくて、致し方なく。うん、ケイチ勝ってくれる。いいよ。あ、ちょいよ。簡単だな。絶対に負けないとケーキは手に入らないから、もう絶対に負けて。あ、そうか、うん、絶対負ける。頑張る。お願いね。はい、ということで、ひーちゃんをまんまと騙せましたね。ケーキで釣るという。ひーちゃん、物で釣れる説あるな。もしもし。企画でゆめかとひーちゃんの早食い対決を取りたいなって思ってるんだけど、今回はちょっとひーちゃんに勝ってほしいなって思ってて。なんで？無理やの。でもちょっと今回はひーちゃん、やっぱひーちゃん弱いじゃん普段。うん、弱い。今日こそちょっと勝たせてあげたいなって思ってて、あとでチョコアイス買ってくれる？チョコアイス？いいよ、絶対に負けてください。うん、チョコアイスのために絶対負けたら買ってあげるから。二人ともまんまと物で釣れたぞ。二人がもう負けなければいけないというその気持ちだけで戦う、多分醜い争いが見れると思うので、私はあのそれを審査員として横で見ながらちょっとだけ煽っていきたいと思います。はい、それでは二人が来るのを待ちたいと思います。フルーツポンチ、シャーシャーフィッシュ、毎日投稿アイドルフルーツポンチのゆめかひーちゃんポン。本日の企画はゆめかとひーちゃんの早食い対決。イエーイ。常にあの大食い界ではライバル視してる二人なんですけど、まあ、私が勝ちます。はい、本日食べていただくのはこちら、どん、イエーイ、こちらです。よっしゃ。今私がお湯を入れたてですので、はい、熱々です。負けたらどうします？で、なんで3周どこいいですよ、それでもういいよ。はい、では行きたいと思います。ゆめかとひーちゃんの早食い対決、はい、スタート。いただきます。はい、2カップ麺の会社に感謝します。本当にありがとう、開発してくれて。いただきます。え、ちょ、私新しいの、ちょ、待って、待って、終わらないから終わらないから。え、早食い対決これ、負けたらあれだからね。ひーちゃん早いよ、ひーちゃん早い。食べてください。やる気ある、二人とも。早すぎてスローモーション見えてね。うんうん。早く。暑い。無理。耐えられない。そんな暑い。耐えられない。そんな暑い。ちょっと今んちに取りに行こうな。何を？水、お茶、お茶。お茶だ。お茶熱よ。これある。スマホの一番下。あ、取れない。あ、ポケット。ひーちゃん？ひーちゃん？ひーちゃんさあ、どうかな。もう半分ぐらい、半分ぐらい乗っちゃったん
これいいわ。あれ、汁吸っちゃったな。おかしいでしょ。あれ、汁吸ったな。助け合う。早く、あえて食べて。食べてる、食べてる。で、ね、箸動かさないようにするって。熱い。もうそんな多分熱くないよ。結構経ってるからね。あ、冷ましてもらえるんだよ、ひりちゃん。冷ましてもらうかな。いや、大丈夫。自分でね、あるから考える。熱い、熱い。あれ？マジ、伸びたわ。まあ、まあ、暑いからね、アイスは、アイス食べるから。ラーメン早食い中ですよ。こっちはこっちで水飲み出したけど。いや、ラーメン早食いなんですよ、2人とも。私もアイス食べたいし。勝たないとやっぱり。食べたくて食べてるわけじゃないから。え、早く食べよう。吸いな、ラーメン吸うものだから。ラーメン吸えてない。吸えてないですよ。それ息吸ってるだけ。いい、誰か、いいちゃん、狼だ、狼バカなの。私ら減らしてくれてありがとう。ちょっと強いよ、これ。私のだよ。私の証明すればいい。分かった、分かった。OK、 ちょっと待って、作戦がある、作戦がある。お、やっとやっとやる気出した、ひーちゃんが。急にやる気出した。待って、待って、こうしてやる。どう？あ、いい感じな？同じくらい？何しない？いいじゃん、いいじゃん。はい。何してる？同じ。はい、これでいい。さっきのやつだよ。さっきじゃん。さっきのやつは？ん？名前書こうと思ったのって言ったの。なんか言っちゃった。そしたらもう交換できないね。ねえ。私、負けんじゃん、そんなの。ねえ、負けやん。え、でも早く食べきった方が勝ちでしょ。両方夢があるってことでしょ。うん。で、ひーちゃん。勝ってんじゃん。勝っちゃった。勝った。これ両方夢かな。ということは、早食い対決の勝者はひーちゃん。よっしゃー。ひーちゃん喜ばないと。嬉しい。嬉しいよ。私勝った。夢が勝った。本当に嬉しいのはひーちゃん。夢がにワンハウス内を全裸で参集してもらいたいと思います。それは嬉しいけどな。だからまず対決は、お互いに負けてと言われた早食い対決。ねえ、やっぱやってるよね。だっておかしいもん、明らか。ひーちゃん食べないもん、だって食べてたもん。食べてないじゃん、全然。おかしいじゃん。こっちのセリフだよ。何が UFO とかなんかクマだとなんちゃらかんちゃら。負けろって言われたから。うちだって言われたもん。おい、おい、ポンちゃんか。やってみな。一瞬負けたと思ったし、自分のサイン書いて。負けたと思った。勝負には負けたけど、菊には勝ったみたいな。そう。あし。複雑なんだ。めっちゃ複雑。負けたらチーズ。負けたらチョコアイスだったんだけど。なんか、二人して、絶対嫌だとか言うの。嫌だよ。えって思ったら、え、別にケーキ買ってくれるのにやってあげるけど、チョコアイス買ってくれるのにやってあげるけど、同じスタンスで来たの。ウケる。めちゃめちゃ二人だよね。私がチョコアイスを勝ちだわ。ごめん。まあ、そんなのありませんけど。え、ないの？じゃあ、面白かったやん、もう。だから、まあ、夢かにはハウス内3周全部やってます。ありがとう。企画だね。わー、やっちまったわ、それは。まさかの2人物が釣られてくると思ってないから。フルーツポンチ。はい。じゃあ、本日の LINE のキーワードは、夢かのサインでお願いします。お願いします。お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。お願いします。明日の動画を見てください。バイバーイ。